これをね、煮出して殻を捨てるっていう行為自体がもうもったいないって思うんですよね。めちゃくちゃいい香りと、めちゃめちゃ効能高くなってるんで、本当にね、発酵してから焙煎させてるっていうことなんで、めちゃめちゃ効能的にも高いですよ。はい、どうも皆さん、こんにちは。クスインタイラスタイス会社ホッティー薬店のホッティーです。今回はですね、温活よもぎ茶の飲み方ということでお届けしていきたいと思います。この飲み方をすると最高のよもぎのエキスを全部体にミヤーっともらえるということになりますんで、もうこの飲み方いろいろあると思うんですよ。よもぎ蒸したり、よもぎでお茶をこのね、よもぎのこのお茶で煮出したりとかあると思うんですよ。でもね、結局はこれ一択ですよ。結局これ最強の一択になりますんで、それをね、もうここで見ていって分かっていって、この飲み方を継続してほしいっていうことをお伝えしたいと思いますので、お願いします。まずね、このホッティの本格よもぎ茶あるんですけど、これをね、開けます。開封していきますよね。中身はどんな形かっていうと、こういう感じです。こういうのが、こういうの入ってます。そうするとこういうよもぎのティーパック状になったやつが、ティーバッグ状になったやつがこういうふうに5袋入ってるんですね。5袋入ってますね。これをね、お茶に煮出すっていうのもありなんですよ。だけどもうね、僕はもうこれ一択、ティーバッグありますよね。これをね、ハサミで切っちゃいます。切っちゃいますよね。そしてそれをこのコップにこのままサラサラサラって、こういう感じ、コーヒーの粉、インスタントコーヒーみたいに入れちゃう。そしてその入れたこうやってお湯を注いだらこういう感じになります。これぐらいを適度な感じでコップにパサッと入れて、そしてお湯を注ぐと。これね、ほんとよもぎがね、農薬は当たり前に使ってないし、山の中でエキスをいっぱい吸ってるから、ミネラル分もいっぱい入ってて、もうこれをね、煮出して殻を捨てるっていう行為自体がもったいないって思うんですよね。これでまあこんな感じですよ。お茶みたいな、これでね、5分ぐらい置いとくんですよね。まあでもそこで飲んでもいいですけどね。これでもうね、香りがね、やばい、ほんとやばい、めっちゃうまい、マジでうまい。チャンネル登録してね、知らなかったになってね、イエーイ。ほんとね、よもぎっていうのはね、まあもぐさの原料でもあるんですよね。もぐさの原料、もぐさの原料っていうのは、昔はね、滋賀県の伊吹山で取られてたんですけどね、気候の変動がどん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 起こってきてるんで、全然取れなくなってきて、どん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 長野に上りってなってきて、どん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 北上していったんですけどね。でもね、今北上の限界値まで来て、結局ね、今新潟でしか取れないと、上越地方まで上ってきてるということですね。だから滋賀県のよもぎとかもぐさも、実は新潟のよもぎを使って作られてるという、原料として作ってるという感じなんですね。新潟のここのよもぎは何がいいかってね、鉄分がめちゃめちゃ多いんですよ。鉄分だからね、よもぎ蒸しをしたりもぐさをするときに熱伝導がね、この鉄分が多いから新潟のは最強なんですよ。だから新潟のがめちゃくちゃ選ばれてるという感じなんですよね。よもぎはね、まあ、がんにいいってめっちゃ言われてるんですよ。抗がん剤の500倍の効果が3、もうピンポイントで500倍で当たるみたいな感じで言われてるんですね。よもぎのね、薬効については調べたらめちゃくちゃ出てくる。よもぎをすりつぶして傷に塗るとかね、そうやね、チャグムの誓いとかでやっとったら、そういう風にね、やったり。よもぎのやつを見てると、無農薬とかね、結構書いてあって、煽ってるようなこと書いてあるっていうのもね、まあそんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、まあでもね、よもぎってね、そんなにね、めちゃくちゃ難しい作り方じゃないんですよね。例えばね、まあ、休耕田がありますよね。休耕田があって、そこをね、ちょっとこう、バーっと耕すんですよ。耕しますよね。耕して、そこにね、このよもぎのね、こういう、まあ、これぐらい、結構ね、背丈ぐらいあるんですけどね、それを切り刻んで、
休耕田でちょっと耕したところでこういうパペットほっとくんですよ。そうしたら翌年になったらブワーってヨモギがめちゃくちゃ発生、自然発生しているというのがヨモギのまあ作り方ということなんですけど、まあ、農薬とかなんてかける方が逆にもったいないっていうぐらいめちゃくちゃ生命力強くてわーっと伸びてくるんですよ。だから心配なんですよね。どっちかって言ったら排気ガスの方が怖いですよ。ヨモギの近くで排気ガスがめっちゃ通ってると思ってるんで、本当にそういうのはちょっと注意した方がいい。青森行った時も奇跡の有機リンゴとか書かれてるけど、めちゃくちゃ道路沿いで排気ガスめちゃかかっとるやん。インスタ映えとかなんかもう文言だけで騙されるのやめてよっていうふうに思いますね。そんなんやだわって思いますよね。ホッティのヨモギはね、もう急行で山奥の山奥ですよ、急行でにちょっと耕してヨモギを掘り込んで自然発生してそれを刈り取るということなんですよね。収穫するとかはやっぱり手間かかるんですよ。でも育てるのはめちゃお手軽、お手軽で手間暇全然かからないからほっとくだけでいいからめちゃくちゃ楽かなとは思うんですよね。でもね、やっぱり茎から葉っぱを取ったりするのがもうめっちゃ手間暇かかるんですよね。だからそこをうちの場合は新潟のおじいちゃんおばあちゃんがもうやってくれてるんですね。で、少しでもですよ、こんな簡単に休耕田が減っておじいちゃんおばあちゃんの仕事ができるって、ちょっとでもね、お金が回る、循環する働きがいができるっていうのはやっぱりめちゃくちゃ最高のスパイラルだなっていうふうに思うんですよ。だからね、このヨモギ茶をマジで飲んでほしい。おじいちゃんおばあちゃん喜んでるから。そんでさ、休耕田ってめちゃくちゃ増えてるんですよね。でもね、米とかだったら大変なんですよ。だけどヨモギだったらもうちょっと耕して置いとくだけ、入れとくだけだから手間暇かからない。農薬なんてさっきも言ったけど、買うお金をかける手間暇無駄って思うんですよね。で、ヨモギ茶のためのヨモギってこう取るじゃないですか。その後発酵させるんですよ。うちのやつは菌をちょっとかけて発酵させてるから、めちゃくちゃいい香りとめちゃめちゃ効能高くなってるんで、本当にね、発酵してから焙煎させてるっていうことなんで、めちゃめちゃ効能的にも高いですよ。だからむくみとか貧血とかデトックスとか美肌とかアレルギー、冷え踏み、目の疲れとかね、乾燥肌とかあるんですよ。そういうのにも効果はあります。もうね、これは何でもありの万能薬です。本当にこれね、ちょっとティーパックに入れてお茶にできるようにはしてるけど、さっきやったようにこう切って粉を入れてやると、お湯入れるだけと、めっちゃ簡単なんでやってほしいなって思います。これでね、別にね、置いとけばいいんですよ。飲みたくなったらチャ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 ってインスタントみたいにかけて、この粉はね、絶対に食べてほしい、飲み込んでほしいっていう風に思いますよ。体に良すぎるしかないんですよね、本当に。日本をね、このお茶を飲むことによって少し心を優しくできますよ。緑豊かにできますよ。日本の伝統的な文化でもあるこのよもぎのお茶っていうのをね、どんどん休耕田に広げていってほしいな、新潟でまずはっていう風に思いますよね。ほんとね、ちょっとびっくりした作り方。ちょっと耕して、もう種もいらんから、ヨモギをポン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 って切って、ポイって投げ入れるだけ。で、休耕田が復活して、経済的にも健康的にも日本人がなるとするなら、これ、やらない気はないですよね。だから、まず、全員がヨモギを植えるっていうのは現実的じゃないから、まず、ホッティのヨモギ茶を飲んでください。デトックスにもなるから、ほんとにめちゃくちゃ体にいいから。むくみとか貧血とかデトックスとか美肌アレルギー、冷え不眠、目の疲れ、乾燥肌とか、本当にがんになりたくないとか、健康維持したいとかいうのがあったら、ヨモギ茶マジ一択で飲んでみてほしいです。あと飲み方はこれ一択でやってみてください。皆さんね、本当にちょっとずつ日本を少し優しくしていきましょう。ではまた。